ちょっと、あー手ベッタベタ。マイケン顔ちっちゃ。これがでかい。いただきます。中がプリプリですね。プリでも取りに行きますか。行きますか。行きますか。行っちゃいましょう。レッツゴー。フェンネル第5部門のノリノです。マイケンです。今回は新年会で東京に来たということで、せっかくなので実写の動画を撮っていきたいと思います。街ブラしていきたいと思います。では行ってみよう。レッツラッゴー。眩しいですけど宮下パーク来ました。あの屋上にカップルいっぱいいるらしいんで、ぶっ潰していきます。レッツゴー。撮ってるんでいくらでも普通に普段な感じで大丈夫です。普段な感じ。やばい。普段普段ってなんだろう。普段普段普段俺らの普段。手つなぐじゃん。手つなぐ。手つなぐ。恋人つなぎ。やだよ。あ、じゃあグリコグリコする。ロッククライミングあれできないやろけど、あ、できるんだ。なんかボルダリングあったんで、今からボルダリングやっていこうと思います。まあ、プロゲーマーですけど、まあ、ボルダリングもめちゃくちゃうまいんで、あのゴリラにキスできるように頑張ります。はい、キッズなんですけど、一番簡単なところ、V 字になってるところ、ここが両手で掴んで、黄色だけを使ってこう登っていく感じです。で、ここ、このピンク色のテープが V になってるところがゴールです。なので、両手で掴んで3秒。これでクリアです。あー、しんどい、普通にこれ。やって。で、はい、で、待ってよ。あ、おお、で、両手で3秒。へい、すげえ。これが、まあ、大人の中で一番簡単な。大人の中で一番簡単なこれ、やってみ。黄色、あ、黄色のこの青でいこうや、じゃあ。これ青、青、青左端にめっちゃ青。きつい、きつい、きつい、きつい。あ、これアウトだ。あ、アウトや。え、きつない？こうやろ。こうスタートでこっちこっち行って、あ、え、きそう。あ、ちょっと、あで、これ行きたいな、頑張って。これ行きたい、行きたいな。これ楽しいぞ。あ、痛い。いや、それで、あそこ、ちょ、あそこ行った。入れ替えて左足を持っていくんがいい。ちょっと待って、無理無理、動けへん動けへんかった無理や。いや、欲張っていいかな、これ。あー、めっちゃクリアしたい、これ。ちょっと、こっち行かん？ピンク行こう。これゴールどこ？上、めっちゃ上。え？まあ、これむずいよな。やろうって言ってたもん。やってやって、ちょっと見えない。左左左左、あーやろ、そこしんどいやろ。無理や、無理や、いいよ。あー無理、これやろ、しんどいやろ、そこ。よいしょ、
界です。ここまで体力使わんからな普段。じゃあ終わりますか。お疲れ様です。お疲れ様です。ボルダリング終わりました。いや疲れた。でやばない。やばい。プル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 。なあ疲れたんでなんかちょっと癒されに渋谷スカイの方にでも行きたいと思います。じゃあ瞬間移動したいと思います。はい、ということで渋谷スカイやってまいりました。どうですか。めっちゃ景色いいっすね。景色綺麗やね。皆さんもこの景色をどうぞどうぞ。あったかい。太陽のぬくもりがいいな。寝ようかなこのまま。寝るな。あれよもう昨日今日の疲労がもう全部癒されるこれで。気持ちいい。自分まあめっちゃ強いんで、まああのスコア見てもらえたらわかるんですけど。多分タワマンに住んでる人の気持ちが味わえる。てことで、渋谷スカイをお送りいたしました。次は竹下通りに行きたいと思います。ではジャンプでせーの。はい、はい、原宿竹下通り来ました。やってーい。ちょっとまあ着いたんですけど、まあ適当にブラブラしつつ、まあ企画があるのでそちらの方もやっていって、まあそれも動画になると思うのでお楽しみにしておいてください。どうぞ。若い人多いなマジで。こうやって見たら若い人ばっかじゃん。だってちょマジであのボルタリングとボーリングで効いとる。足腰効とる。これ渡る。あその奥です。このワタアメうまそうじゃね。え、これうまそう。こっちがやべ、これうわ、食うのこれ。これ食うの言うてこっからじゃあ、頼みますか。これ、わたなしやつイエーイ。待って、やばい。行く。待って、もうない。もうないるこれ。ちょっと。あ、テイクつく。あ、美味しいです。え、なんか味ついてるくない？うん、ね。手ベタベタ。マイケン顔ちっちゃ。いやこれがでかい。これがでかい。いやベロの色やば。ちょっと待って、マジで俺食べ方悪いよこれ。ちぎれんねんもんだってほら手。あのモンスターズインクのサニー。やば。いやー、お互いごちそうさまでした。美味しかったっすね。まあ甘で、あれお前どこ行ったんだろう。チキン買ってきたよ。チキン買ってきたの。チキン買ってきた。なんで。なんか美味しそうなチキン。美味しそうなチキン。そうチキン買ってきた。うん、じゃあ食べるかー。食べましょう。いやすげえ、塩コショウめっちゃかかってる。あ、待ってよ。今、頭動かして食レポ、めっちゃすごいの出そうとしてるから、今から、もうこれぞっていうのを出すから待ってて。うまっ。終わりこれあれやん、さっきから香ってたシナモンみたいな匂いが。そういうこと。うまっ、めっちゃおいしい。いただきます。
うん、まあだってセサミストリートやってくれるぐらいの人間ないからおもろい、まあ、中がプリップリですもん、ほんとに外がサクサク、中プリップリ、星3つあーあー、じゃあお腹いっぱいになったし、せっかくのあれということでプリでも取りに行きますか。行きますか。行きますか。行っちゃいましょう。レッツゴー。はい。久しぶりだ。だって男何をだ。思いつかへん、何も思いつかへん。これいい、これいいな、すげえな、むずいな、よう女の人こんなんやったるよ。取ってきました、かわいいやつ。男2人のプリクラはかなりメンタルきついっすね。周り女の人ばっかで自分が悪いことをしているような気分になってきた。だけど楽しかった。楽しかったな。今日ここまでいるハチ公前集合してからボルダリング日したり、渋谷スカイ行って東京の支配者になってたり、渋谷から原宿インスタライブして歩いたり、うんうん、いっぱい飲み食いしたり、まあ、あと、まあ、もう一個の企画の方もあるんですけど、まあ、そちらの方も楽しみにしていただいて、まあ、今回いろいろ東京を旅したわけですけども、楽しかったですね。楽しかったっす。またこういうことあったら、次はみんなでね、やっていきたいと思います。見てくださった方ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。バイバイ。疲れたんで、なんかちょっと癒されに渋谷スカイの方にでも行きたいと思います。じゃあ瞬間移動したいと思います。